40代前半の女性ですね。はい。私の妹の話ですが、実家に3姉妹、次女40代、三女が30代、が、両親と同居しているのですが、コロナ禍で三女がうつ病になってしまいました。原因は前の職場が、休みが不定期で、コロナになってはいけないという、職場でですね、一人コロナで亡くなったのをきっかけに心が折れ退職し、転職活動していたんですが、まあ、良い条件なくですね、まあ、部屋が狭いということでですね、三女はコロナが怖くなって断ってしまったそうですと。まあ、それから、転職活動うまくいかず、1年ほど決まらない状態でうつ病を発症したと。まあ、受かったところに行けばよかったと。このまま、死んでしまいと。死んでしまいたいと言うそうで、次女も困っていると、精神科にも言っていますが、回復は見られません。旅行にも連れて行ったりとかですね、まあ、私自身はですね、嫁いでいるので、なかなか実家に行けないで、実家の家庭がですね、崩壊しそうで、どうしたらよいのかと悩みますと、まあ、いろいろね、妹の、ね、うつ病を治すためにですね、まあ、対応対策はしているそうなんですが、何か、まあ、自分が何ができるのかアドバイスをいただければということですね。3階の問題なんですけど、はい、今ここでその本当の答えっていうのは言えないんです。疫病に関することは発言すると YouTube が止まりますからね、うん、ですからそういうことは本当はどうだかと思うですけど、現実的にそうなので、その人の本質の、まあ、治療って言ったら変ですけど、立ち直ることを言うことはできないんで、まあ、これはなんか別の機会にしなきゃいけないんですけど、ですね、今の問題を別の視点から根本的に解決する方法が2つありましてね、1つがね、栄養なんです。実はですね、これは非常に優秀な精神科的な研究をしている方は、まあ普通のことなんですけど、人間の頭、それは精神的なそういう悩み、うつ病とかそういうのは脳の働きなんですよ。で、目に見えないもんですから、脳の働きの時はなんとなくその励ましたらいいとか、まあそういうことになるんですが、脳の働きっていうのは、本当に簡単に言いますと、電流が流れてるところと、それから電流と電流の間をつなぐ化学物質の二つから成り立ってるわけです。ですから、それがですね、普通は変調をきたすので、精神的、現象としてうつ病だとか、いろいろ精神的な疾患になって現れてくるので、どうするかって言ったら、電流の流れを良くすることと、電流と電流の間のつなぎ物質が不足しないっていうことなんです、二つは。それで、それは非常に大切なんで、もし間違った、その人がね、違うことやってたら、そのお姉さんが言ってあげたらいいんですけども、お塩を比較的よく取るってことですね。お塩をよく取るっていうことと、それから休憩を十分にするということと、コレステロールを増やすっていうこと、三つですね。で、私がまあ、塩分だとかコレステロールって言ってるのは、実はこういう疾患が多く出るからなんですね。なぜかと言いますと、もう一回説明しますと、脳は電流が流れてるんです。これが乱れると気持ちが悪くなります。すごくですね。で、当然電流ですから、被覆がなきゃいけないわけです。絶縁がないと隣のものすごく電線が混み合ってますから、脳はものすごい混み合ってますからね。ですから、その絶縁はコレステロールがやっております。ですから、コレステロールが不足しますと、どうしても、混線します。混線しますと非常に具合が悪くなります。それから、神経細胞と神経細胞の間、電流と電流の間をつないでるところは、主に基礎的な栄養によりますので、気分が下がってご飯が美味しくなくなると、やっぱり栄養不足に陥りますので、それでなかなか脱皮できないっていうことになるので、まあ、その点では、塩はその電流を滑らかに流すために必要なんで、まあ、日本人の場合はどうしても1日にまあ10何グラムの塩が必要ですね。なぜかっていうと、塩に対する感度が低いので、まあ、日本人は周りが全部塩ですから、ですから、もうこれね、本当に困っちゃうんですけどね、
生まれつきにお酒が飲める人が西ヨーロッパは 0%、あ、100% だ。全員が飲める。日本人は酒が飲めるのがたった 56% しかいない。これは自然と食物の影響でそうなってるわけです。ですから肉食の人たちっていうのは肉からお塩を取ってるので、だから肉を食べざるを得ない。つまり内陸ってのは塩がありませんから原則。日本はもう干物にはもうお塩が山ほどありますから。だから1日の塩の摂取量っていうのは日本人は15グラムぐらい取ってて平均したら。まあ多いとこはまあ18グラムとかあるんですけど、一応15グラムぐらい。いや、ヨーロッパみたいな内陸のところ、特に内陸のところはもう5グラムも取ってないところ。どうしてかって言ったら、ちょっと食べた塩を十分に体の中に回さなきゃいけないから、摂取率が高いっていうだけですね。ですから日本人がお塩を減らすと、非常に重篤な精神病になるわけですね。コレステロールは 30% が頭の絶縁剤に使われるわけです。100グラムのコレステロールのうち30グラム、あ、30グラムじゃないよ。30% が脳の絶縁材料として使われておりますから。だから今現代、もしその人がですね、現代の医療をちょっと信用してて、割合と薄味のものを食べたり、それから、豚の三枚肉なんかとんでもないとか言ってると、そういうふうになることがあるので、それで、今、ご実家におられるんだったら非常にいいので、ご本人のそういう割合と濃い味で、かつ油が少し多いものを食べて、ゆっくりと栄養をとって、まず栄養回復を図るということが、僕は、これは僕自身、全然僕の個人的なことじゃなくて、一般的に、まあそうなりますので、まあそれで、部屋が狭いと、映ってしまうんじゃないかと言って、そこを、断ったっていうことは、やっぱりかなり、NHK の影響を受けてるんで、NHK を見ないということが、非常に大切であるというふうに思いますね。嘘を重ねて自分を不幸にするっていう、嘘を聞いて自分を不幸にするって一つの例ですね。ただ、今この教室で言ってることは、実は3回を得得すれば今の問題は起こりません。うん、それはちょっと今では少し飛躍的なので、まあ、具体的なことを言って、今日は終わりにしておきます。はい。まあ、まず、栄養ですね。塩。コレステロールとお塩ですね。はい。はい、で、あとちょっと休むということですね。はい。わかりました。幸せ砂時計ではメルマガを配信しています。メルマガでは登録者限定の動画プレゼント、YouTube ライブやイベント情報などをお届けします。概要欄の URL をクリックしてぜひご登録ください。